イタリア共和国功労勲章は、イタリア共和国の勲章。共和制以降に伴い1951年に制定された。共和国大統領をその長とする騎士団の形式を取り、各分野で功労のあった個人に対して大統領から授与される。国内のみならず、外国人にも積極的に授与されている。イタリア共和国功労勲章等級は、 上から順にカバリエーレディグラン、クローチェデコラートディグランコルドーネカバリエーレディグラン、クローチェグランデウフフィチャーレコンメンダトーレウフフィチャーレ、カバリエーレの6階級。カバリエーレディグラン、クローチェデコラートディグランコルドーネ受訓者がもっぱら、大統領及び大統領経験者であるため、カバリエーレディグランクローチェが実質的な最高位である。外国の民間人に対しては、 グランデウッフィチャーレが一部の例外を除き、最高位とされている。五十音順五十音順。ありがとうございます。